2023年の中国はどうなる？習近平を苦しめる感染爆発と経済失速、台湾問題は懐柔路線に。2022年の中国ニュースの山場は、10月の中国共産党大会だと思い込んでいた。ところが慣例を破って3期目の総書記に選ばれた習近平氏の苦悩は、むしろ党大会の後から始まったようである。理不尽なゼロコロナ政策に反対する抗議行動から始まった白紙運動。人々は表向きコロナ政策に抗議の矛先を向けていたが、実際に彼らを突き動かしていたのは人民の生活よりも政治を優先する習近平体制への不満だった。その後の突然の全面緩和による新型コロナ感染の大爆発、白紙運動の参加者への摘発が今後あるのか、億単位の感染者が一気に生じる状況を中国は乗り切れるのか、これらの問題に明確な答えはまだ出ていない。いずれにせよ習近平体制はかつてない危機に直面していることは確かだ。なぜならこれらの問題は外からの脅威ではなく内からの異議申し立てにつながっていく可能性があるからだ。習近平による指導体制が確立した2012年から10年が経過したが、アメリカとの対立や香港問題、台湾問題など様々な難題が次から次へと降ってはいた。しかしそれらの多くは中国にとって決して体制を揺るがす深刻な問題ではなかった。共産党政権が最も重視するのは国内の安定と秩序の維持。それさえ揺るがなければアメリカから多少経済制裁を受けたところでびくともしない。共産党の指導部はそんな風に考えていたはずである。中国は党が国家を指導する党国体制という特殊なシステムを取っている。習近平は党の総書記として権力を掌握したが、国家、政府を実際に運営するのは首相を筆頭とする国務院になる。今年3月の全国人民代表大会で引退する李克強首相の後任のほか、経済担当の副首相や外相、国防相など重要閣僚を任命していかなくてはならない。問題は習近平は今回の党大会で李克強や汪洋全国政治協商会議主席、劉鶴副首相など経済や実務に強い人材をあらかた権力中枢から排除してしまった。例えば江沢民国家主席の時の使用機首相、胡錦涛国家主席の時の温家宝首相というコンビでは、使用機や温家宝は経済を取り仕切って国民の人気も高かった。どうしても権威色の強くなる党総書記、国家主席に比べて経済で改革を進めようという立場の首相が国際的にも受けが良い存在だった。歌舞伎で言えば善玉と悪玉の使い分けが過去は一定程度機能していたのだが、習近平体制第3期はこうした善玉悪玉の役割分担ができそうにない。首相の最有力候補は政治局常務委員になった李強だが、20年ほど前に習近平の秘書を務めたところから一気に出世街道に上った人物である。経済人を生み出す土地として知られる温州の出身で、助才ない振る舞いは一見経済運営に向いているようにも思える。しかし本来は中国の首相は経済運営の全権を担うため、経済担当の副首相などで経験を積むことが求められる。ところが習近平に気に入られたおかげか、ヘリコプターと呼ばれる急出世を遂げた李強は、上海市初期トップを経験しただけで中央の経済政策は全くの未経験。14億人の人口を擁する世界第2位の巨大経済の舵取りには不安が残る。もともと経済成長の低下は回避しがたい長期トレンドであるが、コロナによって減速感は強まっている。世界銀行が2022年12月に発表したリポートで、同年の中国の経済成長率予測を 2.7% に下方修正した。今年の成長率予測も 4.3% に引き下げている。一方中国政府は2022年経済成長率を 5.5% と設定していた。しかしゼロコロナ政策とその終了による感染拡大で、中国経済は少なくとも今年上半期の動きは鈍くなるだろう。もし世銀の予測が正しかった場合だが、ゼロコロナ政策の遂行に22年だけで7000億ドル近いコストを伴ったことを意味している。この金額はスウェーデン一国の経済規模、名目 GDP よりも大きい。
現在問題になっている急速な感染拡大によってコストは高まる。党大会を終え、政治の季節から経済外交にシフトしようとしていた矢先だけに、習近平体制にとっては頭の痛い問題になっている。習近平政権は特に2期目において世界に広がった対中警戒感を緩和することを目指しているようで、習近平自らが前面に出る形で米中首相会談をはじめ精力的に各国首脳との会談を重ねている。タイでの日中首脳会談で岸田首相に見せた習近平の微笑みは、対日関係の改善だけではなく対中包囲網の解体と中国独自の外交空間の確立という大きな目的があるからに他ならない。一方で台湾への武力行使には簡単には踏み切れない事情もある。民主自由の価値観を守りながら世界最先端の半導体製造能力を有する台湾は、国際社会にとって理念的にも経済的にも大事にしなくてはならない存在になっている。台湾への強硬姿勢はとりわけ世界での評判を落とすことにつながる。中国にとって幸いなことに、2022年11月の台湾の統一地方選で中国と関係が良好な国民党が大勝し、民進党優勢の政治状況に変化の兆しが見られた。2024年1月に予定される総統選の行方はまだ定かではないが、せっかく台湾の世論に民進党離れが見えかけているだけに、ここで無理に圧力一辺倒の強硬路線を取っては敵対勢力と位置づける民進党に塩を送ることになりかねない。当面は軍事・経済両面から一定のプレッシャーをかけて、民進党を選ぶといいことはないと台湾世論にアピールしながら台湾政治の展開を見守り、国民党が本当に政権復帰するかどうか総統選の結果を待つのではないだろうか。中国の台湾政策は常に平和的統一と武力統一の両睨みで展開されている。習近平体制になって民進党政権の時代が続いている中では、平和的統一が後退し武力統一が前に出てくることになり、国際社会に台湾有事のリアルな恐怖を植え付けることになった。もし次の総統選で国民党が勝利を収めた場合、武力統一という鏡面の顔は一旦収め、平和的統一のための懐柔策、中台の一体化に邁進するはずである。仮に民進党が再び勝利して政権を守った場合、5月の新総統の就任による新しい台湾の中国政策を見極めた上で、それが満足のいくものでなかった場合は、かつてない台湾への厳しい行動に出てくる可能性がある。いずれにせよ2023年の台湾海峡が大きく荒れる可能性は高くなく、本番は2024年にやってくるだろう。2022年は鄧小平時代から習近平時代へ完全に切り替わった節目の年になった。鄧小平時代は党に終わっていると思われるかもしれないし、習近平時代も党に始まっていると思われるかもしれない。しかし中国共産党の統治システムはなおストロングマン政治で、人々は偉大な指導者の遺言に縛られ続ける。鄧小平から指名され改革開放の路線を受け継いだ江沢民、胡錦涛の時代はあくまで鄧小平時代の延長線上にあった。鄧小平時代の改革開放、集団指導体制、指導者の人気性をすべて習近平は今回の党大会で終焉させたが、それまでに10年の時を費やしたのである。これだけ苦労して築いたストロングマンの立場を5年で手放すわけはなく、健康が許す限り最低でも10年はトップの地位にとどまろうとするだろう。その意味で2023年は真の習近平時代の1年目となる。極限まで自分に集中させた権力を習近平はいかに使うのか。14億人をまとめ上げる帝王学を習近平氏は持っているのか。まずはお手並み拝見といきたいところだが、ウクライナ戦争にあえぐ世界にはもはやその余裕はないかもしれない。中国は今後ますます我々と相容れない存在になるか、再び近づくことができるのか、この1年で答えが見えるはずである。